はい、できました。今日のあちゃんちの晩ご飯はブリの照り焼きと卵とシーチキンのサラダで、これは何やったっけな、カブラのスープ、カブラと大根おろしのスープ、スープ、あ、じゃあ味噌汁、お漬物久々に2週間ぶりを詰めたんだけど、まあまあ味は落ちてなかった。でもちょっとね、やっぱ味はあの悪くはなってなかったけど、ちょっとだけ味落ちてた。人参とカブラです。以上で食べましょう。はい、ではいただきます。久々のね、あっちゃんの手料理、ブリの手料理、昨日はちょっと手抜けたからね。おいしい、玄米おいしい。さあ、ブリ照りはどうでしょうか。久々に作るから落ちてるかもかな、味が、味つか、腕がブリの味する。ブリの味する。食ったんない、これ、ね、おいしい。いい、落ちてないね、味ね、付け合わせ大根、あこかね、大根一緒に煮たり付け合わせにしたらいいよってしょ、何か付け合わせするのって、いつも付け合わせ作ってないって言うから、大根とかネギ一緒に煮たりよ、これ生姜、生姜は臭み取り、ね、なっちゃんは大根おろしを添えようかなって、大根おろしの一緒に煮たらいいよって言うから、大根おろしも添えてみました。おいしい、これあっちゃんの料理最高やね。お金取れるなこれ、お店出てても合格やな、マジで美味しい。いつかリストランテあっちゃんを作りたいな、みんなに食べてもらいたい。ボケる前にやらんとな、ボケる、あっちまで、頭では漬物って言ってるのにお味噌汁って言ってるのに、やばい、まあ脳出血ですから一応大変な病のはずじゃないけどね、元気に見えるからみんなは元気だと思ってるからやけど、今日かなりやばい。食べ方自体も病気のせいです。何でも病気のせい、言い訳したかい、言い訳になってる、もうなんか分かれん、動きがおかしい自分の中でも、なんかじゃんけど気ぃ付いたベロ出とんねん、不思議やねあれ、ベロは出てない、なんか口開いてなんかな、変なとこ見てる、口開いて変なとこ見てるらしいわ、やばい人らしい、何やろ、ちょっとおかしいになってるよ、外におらんか、外歩いとったらそうなるらしい、ね、この前イオンモールちょっと歩いとったらふわーってした顔してね、しんどかったよ、避けてる、避けてくれてるんじゃなくて、ね、避けられてる、ゾンビみたいな、こんな状態って、まあしんどかったよ、今も結構端から端まで歩いたからな、目使うからや、目使うからやと思う、脳使うからや、
聴者さん見らんねえんでよかった、ね、恥ずかしそうや、知らん人やったらな、ええけど、でも視聴者さん知っとったら脳出血第4号かって分かってくれるか、知らん人で視聴者やったら、あ、それを知らん人、いいね、和食は。ちなみにブリテリの下味は岩戸の塩です。ゲームです。キャベツもうちょっとかけてくれ、うん、ありがとう、卵すっげえな、え、じゃあ、うん、卵にが迷うかせてる禁断の、うん、かけたら体に悪いって言われた、今がいいね、今がいいやから禁断の食べ方、体に悪いって言われて食べた食べ方をね、やりたかった、やりたかったね、体に悪いからしなかったね、もう今はいいの、あれやから、いや、という感じ、うん、あれやから、なんとかの前やから、松田の前やから、松田が出てきゃいの、え、もう分かんない、うん、まずはええよ、こんなの。マヨもええよ。これぐらい結構、ちゃんちょっとやばいよな。言葉が出てきゃいいの、うん、うん。リハビリがないて、あれ、あこちゃんが休みの日はずっと喋るな。言ってたって。何でこの喋んの、あげる、うん、あげる、あげる、あげる、何でこの醤油の、うーん、なんでやろ、醤油やったらよかったのかな、テリーにつけたら美味しいんだよ、テリー、うん、もうないねんけど、テリー、うん、もうやるやん、ちょっとつけたら美味しいんだよ、あげる、うん、あげる、大根はおでんだけでよ、水煮だったら煮たやつ美味しかったやろ、うん、煮たやつ、煮たやつ、うん、食べたい、食べたやろ、食べたやろ、うん、美味しかったよ、うん、あれはあこちゃんがそれだって、うん、オシャンティ、オシャンティ、東京の人やからオシャンティ、うん、じゃあ田舎もやから、うん、田舎もやから、奈良の山奥やも、美味しいな、今日のブリの照り焼き、オシャンティな、君ごろもくらいしかない、え、君ごろもくらいしかない、君ごろもオシャンティやけど、オシャンティっていうか、もう古いね、昔から作ってる、うん、うん、分かってねえけど、でけん、
ういう実生活に戻ってくるとね、いろいろとできることできへんことも分かってきて、ほんとがっかりしてるとこもあるし、ホッとしてるとこもある。食べ方は汚くなってる、確実に。もともと汚かったけど、ごめんね、食べる系 YouTuber やのにこんな汚い食べ方見せて、なんか涙が出そうになってくる、やっぱりこういう時。なんかこれは残るんかなとか、なんかすごいショックやな、やっぱりね。ベロがよく出る、昔からよくベロ出るけどな。ほうけた顔してぼーっとしてね、なんかフラフラしてるって子供にも言われてる。それが今のあっちゃんの呼吸障害やと思う。まあ別に上で生きれへんことないから、生きれへんとか生きづらいことじゃないからいいけど、美味しい。ブリンって焼きめちゃくちゃ美味しいよ。あっちゃん料理うまいね、やっぱりこれ。突撃ね、これね。なこちゃん来た作ったのかな。今日はあこちゃんね、電話つながってない。さっきまでつながっとってんよ。時々つながるわな、ご飯の時もね。大根そういて、これはね、葉っぱ側やから、辛みが少なくてね、美味しいところやね。これがね、入院前に買ったって、ちょっとね葉っぱがしなっとなって腐り気味やったよ。でも猫はしっかりしてるからええかも。まあ、あっちゃん寒いから野菜は腐らずにね、いけたんやけど、いきなり2週間の入院で、その前日の買い物行ったから大変やんな。前日じゃ、前々日か。また味噌かなんかね、サラダ美味しい。チキンのサラダをもうちょっと食べて、
からじゃにさ、ちょっと食べる。あと煮た大根食べるからね。うん、ただ野菜に関しては好き嫌い多いからね。うん、かった。あとこの。ということで、今日のあーちゃんちの晩ご飯はブリの照り焼きでした。美味しかったです。ごちそうさま。今日のあーちゃんちの晩ご飯良かったよと思ってたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。またね。バイバイ。